うん、だってリツは僕の弟だもん。おお、ひとしよ。まさか再びお前の顔が見られる日が来ようと。いや、こんなところでデートかい。誰この特徴的な人。バーだ。今さら悪いんだけどさ。どうした？僕の考えを説明する前に君たちの名前なんだっけ。お前、嘘！俺らの名前すら覚えてなかったのか。超能力者はみんな精神プロテクトがかかっててな、悪霊に乗っ取られにくくなってる。俺様を飼うって。なんかやべえの来た。貴様、ジアルバー発火。ついた。この炎でお前を倒す。おばさんも暴力的なの。侮辱だよ。私はあんたと対等な戦いを望んでるんだ。構わず来な。土屋さんがやられました。無事でよかった。無事だね。動くんじゃない、不死のやつめ。名を名乗れ。おお、そうだったな。ジュウカ、気をつけろ。あ、しまったな。お前ら、部屋に隠れてろ。ビッグになるなら、こんなところで死んでられないだろう。ブラック組織依存から解放される、いい機会じゃないか。すまねー。つーか、俺も行くけど。うわぁ、店長が。一時保護者の義務として、こいつらに喧嘩はさせない。俺が相手してやる。なるべく平和的にな。まずは小手調べだ。見せてやるよ、これを見ているうちに。神術パーチ。相手をいきなり殴る霊言の必殺技である。できるならやってみるがいい。は？普通に奴隷できたな。やめとけモブ、お前が苦しくなるだけだ。嫌な時はな、逃げたっていいんだよ。明日もこの時間に来い。え、いいの？力の使い方を教えてやる。師匠！ならば次は首を落としてやろう。いて！俺をそんな目で見るな。わかるよ、お前の気持ち。こいつ俺と同じ。俺も子供の頃、小4くらいだったかな。親にその日運動会だってこと伝えてなくて、俺だけ弁当がなかった。そりゃお前が悪いというか。何の話？孤独を感じた少年時代の話。すごいのに、どうして認めてくれないの？私は世界で特別扱いされて叱るべきですよ。する世界がふちゃわしいの。いや、超能力持ってても持てないですよ。いでよ、究極悪霊マシュマロちゃん。なんだあれ。エクボ、ようやく出られたぜ。君のお兄さんじゃないか。大丈夫なのかい？もろうとしてるようだけど。はい、兄さんはああ見えて僕からすれば誰よりも強いんです。でも倒れてるよ。はあ、またただの詐欺師に。人聞きの悪い例だな。